ツーゼ Z3 のレプリカツーゼ Z3 は1941年にドイツでコンラートツーゼによって開発された計算機である。世界初の自由にプログラム可能で完全に自動化された機械である。現代の視点からするとコンピュータの定義に適合する属性をほぼ備えているが条件分岐命令を備えていない。Z3 は2200個のリレーから構成され、 動作周波数はおよそ5から 10Hz、ワード長は2 2ビットである。プログラムとデータはセルロイド製のフィルムに穴を開けることで記憶される。1941年にベルリンで完成し、ドイツ航空機研究所で翼のフラッター現象の統計解析に使われた。本来の Z3 は1943年のベルリン爆撃で破壊された。 完全に動作する複製が1960年代にツーゼの会社、ツーゼ KG によって作成され、ドイツ博物館に永久展示されている。ツーゼは、ドイツ政府にリレーを電子スイッチに置き換えるための資金提供を要請したが、第二次世界大戦中であり、戦争遂行の観点から重要でないと判断され、資金は得られなかった。 ツーゼは1935年から1936年にかけて Z1 を設計し、1936年から1938年に制作した。Z1 は全くの機械式であり、一度に数分間しか動作できなかった。ヘルムート・シュレイヤーは別のテクノロジーを使うことを助言した。ベルリン工科大学の大学院生だった1937年。 シュレイヤーは、真空管を使った、論理回路や今でいうフリップフロップの実装を行った経験があった。1938年、シュレイヤーはその技術を使った実験的な計算機を作り、少数の人々に実験を公開していたが、実用化するとなると膨大な電子部品が必要となる、ため、事実上不可能と思われていた。 ツーゼは次の計算機もリレーを使って設計することを決意する。機械式計算機を製造していたカート・パンクが資金を出してツーゼ Z2 が開発され1939年に完成した。1940年にはドイツ航空機研究所の書院の前で披露された。Z2 は不安定で動かないこともあったが同研究所で披露した時は幸運にも動き。 同研究所が次の計算機開発の資金を一部提供してくれることになった。1941年、ツーゼは Z2 を基本として、それを改良することで Z3 を作った。このプロジェクトはドイツ政府によって極秘とされている。ドイツ航空省のイエニッセン博士が政府を代表して、ツーゼの会社ズセアッパラテバウに送り込まれている。他にドイツ航空省から、 空気力学の専門家ヘルベルト A ワーグナーも送り込まれた。Z3 は1941年、Z1 や Z2 よりも高速で高信頼なものとして、完成。Z1 からの改良点として、不動小数点数の扱いについて、対象を、数以外の値に拡張している。すなわち、一般的な数値以外に、正の無限大、負の無限大、未定義という値があって、 そのような値が結果として生成されることがあり、演算を通して電波できる。Z3 はプログラムを外部のテープに格納しているため、プログラムを変更するのに配線を変える必要がなくなった。1941年5月12日、アルフレッド・タイクマンやカート・シミダンといった科学者を集めて Z3 が披露された。その後通じは Z4 の設計に入り、 戦後になって制作を行った。ツーゼ Z3 の成功は単純な日数システムを採用したことによると言われることが多い。これは約3世紀前にゴッドフリー・トライプニッツが発明したもので、後にジョージ・ブールがブール台数を作り上げるのに採用した。1937年、MIT のクロード・シャノンはブール台数をリレーを使ったデジタル回路に再現する。 研究をしている。結局ツーゼはこれらをまとめて、プログラム制御された Z3 を作り上げた。ツーゼの協力者だったヘルムート・シュレイヤーは1942年に、真空管100本を使った実験的なデジタル、電子計算機を作っているが、終戦頃に失われた。イギリスの暗号解読機コロッサスは、世界初のデジタル電子計算機とされることが多いが、他には、アタナソフ ベリーコンピュータもある。それらは真空管を使いに進数で数を表現している。プログラミングはプラグンの配線変更やスイッチ群の設定で行われており、プログラム可能と断言するのは難しい。エニアックは Z3 の4年後に完成した。エニアックは真空管を使ってスイッチを実装したが、Z3 はリレーを使用した。 エニアックは重心数だったが、Z3 は先行して日値数を使っていた。1948年までエニアックでのプログラミングとは配線を変更することだったが、Z3 はテープからプログラムを読み込んだ。Z3 はプログラムを格納するテープを外部に必要とした。ジョン・フォン・ノイマンが1945年の論文で示したプログラム内蔵方式のコンピュータとして、 世界初と言えるのは1948年のマンチェスターベビーか1949年のエドサックである。なお、ノイマンの論文にはアラン・チューリングへの言及があり、プログラム内蔵方式のコンセプト自体は、ツーゼが1936年に申請した特許出願書ですでに言及している。Z3 は条件分岐命令を持っていない。しかし、Z3 によって、 任意のチューリングマシンをシミュレート可能であると、ラウル・ロジャスによって1998年に示されており、チューリング完全すなわち、計算可能なものは計算できる能力がある。手法としては、他の政権の強い計算機構のいくつかで見られる、多くの同様の主張のものに似ている。あらましを以下に簡単に述べる。z 3に、プログラムの命令を供給するテープは、 チューリングマシンのテープではなくテープを読み書きするヘッドを制御する有限状態機械のために使う状態が有限個なのでテープにその全ての状態に対応するコード編を表現し最後を最初につなげてループ状のテープにすれば機械はそのループを大きな1個のループとして実行できるそのループ中の各コード編について有限状態機械の 現在の状態に対応するコード編のみが有効に働くようにできれば良いわけであるが、Z3 の持ついくつかの命令の組み合わせにより可能である。以上のようにして任意のチューリングマシンが実装可能であるとした。ロジャスはしたがって我々は抽象的理論的観点から Z3 の計算モデルが今日のコンピュータの計算モデルと等しいということができる。 実用的観点からすれば、そして Z3 用に実際に書かれたプログラムから見れば、現代のコンピュータとは等しくないと結論付けている。実利的な観点で見れば、Z3 は1940年代の科学技術計算に適した実用的な命令セットを備えていた。ツーゼは土木技師であって、コンピュータを製作し始めたのは本業で必要だったからである。 ありがとうございます。